カにされてもいい、日本映画の誰もやらなかったことだけをやろうと。だから表現を選びますね、撮影所で。このシーンはどう撮ろうって、こういうふうに撮ったらいいなって。待てよ、それは黒沢に似てる、それは小津に似てる、やめよう。黒沢や小津がこれを見たら腹立てて怒るような演出は何だろう、あ、こうだ、それをやろうと。なのでまた僕も日本映画大好き、小津や黒沢も大好きでね、初めて日本映画を作るときは名作を作ってベストワンの映画を作ってやろうと思いますよ、当然。でその頃アメリカでもスティーブン・スピルバーグがジョーズを撮りましたね。だから日本でも映画界ではアマチュアと言われていた、まあ映画作家、フィルムメーカーのがムービーを撮ってくれないかと考えた人が一人二人いましてね。で僕に何か面白いジョーズのような大ヒットする映画のシナリオはできませんかと言われたんです。大切なことは僕はいつも子供と相談するんです。なぜかというと大人は自分が分かることしか考えないから、人間のレベルだからつまらない。人間のレベルで考えればサメが人間を襲った、ヒットした、じゃあ次はクマで行くだか、それが精一杯。子供はね、分からないことと向き合うのね。不思議なことが面白い。映画の力は分かったことではない、不思議なことが面白い。なのでうちのまだ娘10歳ぐらいだったかな、パパが日本映画を作るとしたらどんな話が面白いと。やめた方がいいよ、日本で映画作ったってつまんないよって。いやまあもし日本で作るとしたら、日本じゃジョーズのような映画は作れないけど、ああいう映画を作るとしたらどんなものが面白いと言いましたら、お風呂上がりで鏡に向かって長い髪をこう櫛で削りながら、パパこの鏡に映った私が私を襲ってきたら怖いよって。これはなるほど不思議だ、面白い。アリやネズミやクマが人間を襲っても普通だけど、鏡に映った私が私を襲ってくるというのは、これは映画でしかありえないファンタジーだと。去年の夏休み、田舎のおじいちゃんところに行ったら、昔の古い家で冷蔵庫がなくて、スイカを冷たくするのに深い井戸の中に縄に縛ってスイカを入れて、それを持ち上げた時にスイカが人の顔で私を襲ってくるように思えたよ、ほほう、まだないかいと。ちょうどその頃私ピアノを習っていて、で私はその映画を見たら、家に帰ってきてその映画のサウンドトラックをピアノで弾くっていうのが大好きって、その子一番自分の中のブームで、でもう耳で聞いて楽譜がないからそのまま家に帰ってきて弾く、でそういうのが大好きだ、一番大好きなの遊びで。ただピアノの先生は指使いをきちんとしなさいという割とクラシック寄りの先生だった。で私がいつも楽しそうに映画音楽を弾くと、そんな指使いは困るからって言われて、こうポン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 直されたんですね。でその思い出がすごくあって、それでこうある日ピアノにこう指を噛まれるというか、なんかちょっとピアノが嫌いになってしまったことがあって、でその時にピアノがこうガバッと自分を襲ってくるような、なんだろう、フラッシュバックじゃないけど、そういう印象があって、あと指使いはあまりにも直されるんで、こう鍵盤に指がこう引っかかって爪とかカチッとなる時に、あ、ピアノに噛まれたって思ったりとか、そういうことの積み重ねをなんとなくアイディアでメモしていて、で、まあ、映画に反映されてるっていう。ただ食べられるだけじゃバカバカしいのでね、この家は戦争中に恋人を戦争に取られて
そのまま家父で結婚しないでおばあちゃんになってしまったおばあちゃんの戦争に対する呪いの気持ちがその古い家にはこもっていて、戦争を知らない、だから平和も知らない、平和のありがたさも知らない若い娘がその家に夏休みに来た時に、おばあちゃんの戦争への恨みがお化けになって子供たちをみんな食べてしまうと、そういうまあ物語にね、まあ、それと僕自身が広島のね原子爆弾の影響をやっぱり受けている人間だということもあって、だからこのそういう意味じゃテーマもそこからおのずからね、僕の親しい同年配の子供たちはみんな原爆で死んでますから、やっぱり原爆というテーマでねこのファンタジーをこしらえてみようと。だから映画のジャンルじゃなかったの僕たちにとって、だからホラーというのはなんか人間の心理の中にあるものだということであって、ホラームービーという言い方は僕たちはない時代だから、あくまでもあれは怪奇と幻想であって、どちらかというとより過剰な幻想を、美しいファンタジーを描くための仕掛けとして、リアルな日常よりは怪奇という嘘の世界が設定されているんだと。まあ、とにかくそのセットが多かったんですね、ハウスは。もうそのセットを見学に行くの何よりも楽しくって、楽しくってどんな遊園地よりも楽しかったし、現場はともかく他の撮影クルーの人たちから言わせると、こんな面白そうな楽しそうなみんながニコニコ笑い声の絶えない現場はちょっと見たことがないというぐらい楽しかったです。ともかく楽しくやってるうちに、ベテランの職人さんたちももともと映画が好きで楽しくて来てる、それが仕事になってたんだけども、いや映画ってもともと遊んでるようなものだということでね、とにかく楽しかったです。批評はまあ本当に悪意に満ちてるとしか思えないような、こんなものは映画じゃないというふうなものが多かったし、ほとんど批評が出なかったです。10行以上の批評ってのはなかったんじゃないのかな。たまに1ページ2ページの批評があると、それはこの映画をもう徹底的に否定する。公開した時、当時はやっぱり私の友達はみんな小学生だったから、子供たちはお前の父ちゃん変な映画作ってなんだみたいな感じで、やっと俺たちの見れる映画ができたねってすごい大喜びしてくれた。でもその私の友達の、まあ、両親たちはこんな映画を子供には見せたくないってみんなが言いましたよね。まあ、そのくらいすごいはっきりと反応が出たのは、子供ながらにちょっと心の中でガッツっていう感じで。だけど同時に僕は真実のところ、これこそが本当の映画であって、そういうちゃんとした映画を特に若い日本映画を見なくなった子供たちに見せてやろうと思って、これは僕は自分の誇りをかけて自分の映画への愛を信じて作った映画ですから、だから僕はこれはきちんとした古典的な映画の学校といわれる映画を作ったという誇りがありましたから、この映画の頭にあ、ムービーと入れたのは、これこそが映画ですよと。